バートン財団。それは資産家バートン家を中核とする宇宙資本体であり、エルスリーコロニー群に本拠地を置く巨大財閥。当主の名はデキム・バートン。ローム・フェラ財団と宇宙の富を二分するとまで言われた男である。長年地球の支配を目論んでいたデキムの野望は、アフターコロニー195年、オペレーションメテオによって成就するはずだった。しかしその筋書きはガンダムのパイロットたちの判断により覆され、予定通りの結末には至らなかった。計画の変更を余儀なくされたデキムは、平和の水面下にて決起の時を待ち続ける。そして13番目の星座と崇高なマリオネットを手にした時、真のオペレーションメテオは発動の時を迎えた。アフターコロニー196年12月25日、トレーズの遺児として彼の後継者を名乗るマリー・メイヤ・クシュリナーダは、 X18999 コロニーの独立と同時に地球圏統一国家に対し宣戦を布告。降り続く雪の中、たった1年間の平和は閉ざされた。勝者を求める少女はクムツ氏の導くまま、過ぎ去りし流星を降らすべく次の舞台に立つ。争いの残滓、繰り返す戦争の歴史を断つため、少年たちは傷ついた翼を広げ、今最後の戦場へと飛翔した。
言うよ。俺に本当の正義を見せてみろ。現れ
やり方では何も変わらないのだ。守るべきもののため私は戦う。お前が戦えば戦うほど平和の犠牲が無駄になっていく。気づいているはずだ。俺たちの戦争は終わっている。だから戦士はいらんのか。戦争のためだけに生きた兵士は切り捨てるのか。兵士は平和のために戦ってきたはずだ。今ここにある世界を信じてみろ。俺は兵器として扱われた人間たちの代弁者だ。俺は貴様を含む兵士全てのために戦っている。俺と貴様はこうして戦っている。戦っている時こそ貴様も俺も充実しているのではないのか。俺と貴様は同類だ。戦場でしか己の存在意義を見出すことができんのだ。だから俺は戦う。貴様と戦って意義を見出す。ルーフェン、トレーズはもういない。トレーズはお前が倒したんだ。違う。俺は今でも奴と戦っている。俺はリリーナ・ピースクラフトを認めない。兵器を捨て兵士を封印すればそれが平和だという考え方は間違っている。だからマリー・メイヤーの独裁を許すというのか。それが戦う者の魂の拠り所となる。ルーペ、今はそれでいいかもしれない。だがマリー・メイヤーは歴史を繰り返すだけだ。悲しく惨めな戦争の歴史をな。ここで流れを食い止めなければまた俺たちと同じような兵士が必要となってくる。そうなれば悲劇という名の歴史がいつまでも続く。ルーフ、教えてくれ。俺たちはあと何人殺せばいい。ゼロは俺に何も言ってくれない。教えてくれ、ウーフェ。これがまた繰り返されるというのか。ウーフェ、Yeah.
平和の犠牲など俺たちだけでいい。それじゃあ死神らしく派手に暴れるとしますか。彼らの暴走を止めるのが今の俺たちの役目だ。今回も敗者として最後まで戦い抜きましょう。この行動の果てに俺はトレーズを乗り越えてみせる。このようなやり方では何も変わらないのだ。守るべきもののため私は戦う。それは勝者なき戦いだった。永遠の未来を求め封印した魂を呼び戻した少年たちと、悲壮な覚悟で戦いに身を投じる二人の男女。敗者になろうと戦い続ける彼らの姿に心打たれた人々は、自らの意志で平和を求めて立ち上がり、武器を持たない戦いとしてモビルスーツの前に立ちはだかった。確かに民衆が従うのは勝者かもしれない。しかし人々の心を動かすのは勝者ではなかったのだ。さらにウィングガンダムゼロによる核シェルターの崩壊、マリーメイやクシュリナーダの負傷とデキム・バートンの死、上層部の相次ぐ混乱と人々の気高き行為に屈したマリーメイヤ軍の兵士たちはついに自ら銃を捨て、事態は終幕へと向かう。今度こそ最後だな、相棒。これでまた七死に戻った。いいんじゃないですか。トロワはトロワのままで。名前なんか他人が決めるもんで、自分でとやかく言ったって始まらないぜ。それに俺たちには帰る場所があるだろ。ああそうだな。狂った時代は終わったぞ、マタク。どうか安らかに眠ってくれ。反乱は鎮圧され、クシュリナーダの名をついた首謀者はその数奇な境遇を殺されたことで一人の少女に戻った。そしてガンダムの最後を見届けた五人の少年たちもまた戦いの中で見つけ出したそれぞれの居場所へと帰っていく。時にアフターコロニー1970年、人々のもとに平和は戻り、その後の地球圏の歴史の中でガンダムを含むモビルスーツという兵器の存在は二度とその姿を現すことはなかった。